皆さんこんにちは、ティーライフお客様係の青木です。今回は下取りセールで皆様から多くいただく質問についてお話しさせていただきます。ティーライフの下取り可能な商品ってすごいたくさんあるんですよ。お茶、コーヒー、健康食品、ダイエット食品、サプリメント、医薬品、化粧水、美容マスク、洗顔フォーム、ファンデーション、口紅、アイシャドウ、シャンプー、トリートメント、ボディーソープ、石鹸、ハンドソープ、そしてティーライフの商品も OK なんです。皆さん、口紅とシャンプーですとすごい大きさ違いますよね。口紅はちっちゃいんで全身用封筒の中にすっきり入るんですけれども、このサイズのシャンプーになると、ちょっと入れてみますね。はい、はい、あ、開いて、あ、破れちまいました。そんな時はですね、ご自宅にあるこういう大きい袋とかこう用意してもらって、下取り品を入れてください。そうしたら申し込み書を用意してください。申し込み書の裏面に、ネットのお申し込みで下取り制度をご利用される方はここにチェックをしてください。あとはお送りいただく点数とお値引き額をそれぞれご記入ください。そしてこの袋の中に入れてください。下取りセールのチラシを用意しておきまして、中開きますと、ここにお送りいただく用の宛名ラベルがありますので、名前、住所、電話番号をご記入の上、切り取ってこの袋に貼り付けてください。ここでよくある問い合わせなんですけれども、この宛名ラベルですね、このチラシがちょっとどっか行っちゃってないよっていうお問い合わせをメールでたくさんいただくことがあります。実はお客様ご自身で用意していただける方法があるんです。それはウェブサイトから印刷してもらうというやり方です。下取りセールのキャンペーンページに入ってもらい、下の方までスクロールしてください。ピンク色の返信用封筒に入らない場合はというところがあります。これをポチッとクリックします。そうするとまた下にビローンとページが伸びます。オレンジ色で定型外郵便ラベルの印刷はこちらとあります。ここをクリックしていただきますと、定型外郵便ラベルが表示されますので、ご自宅にあるプリンターで印刷してください。でこちらを切り取って袋に貼り付けて郵便局の窓口までお持ちください。プリンターが家にないよという方は、お電話やメールでお気軽にご連絡ください。お送りいただいた下取り品は NPO 法人や海外協力隊を通じて社会に還元しています。なかなか使わないけど捨てに捨てれないようなものがありましたら、社会貢献にもなりますし、お買い物もお得にできますので、ぜひ下取りセールをご利用ください。